っと勇気がいるかもしれないです。あのちょっとね、先代の鬼の穴、竜宮岩、幸次郎の鬼の穴、竜宮岩、新城川の清流に現れた、雪城の石灰岩が、長年の浸食によりさまざまな奇岩を作り出し、その、景観はあたたかも竜宮を思わせることから竜宮岩ということですね。はい、というわけで今日はね、勝山、真庭市勝山に来てます。今先にあると、多くの皆さんに楽しんで、はい、こんな感じです。ちょっと怖い、怖いですね。まあ靴もね、しっかりした靴じゃないとダメかなと思います。登山靴のような。で、もう一つね、気になった場所があるんですよね。車で通ってたら分かったことがありました。大きな穴があります。鬼の穴という穴です。ちょっと鬼の穴に入っていこうかなと思います。不気味な、って感じかなと思います。鬼の穴、ちょっと勇気がいるかもしれないです。ちょっとね、まあ、大人とかだと大丈夫かもしれないですけど、お子さんとか特にね。うわ、でかっ。お子さんとか特に怖いよみたいな。
うわ、道がない。やばい、道がない。道がない、道がないぞ。そうだ、なんか出口があるんですよね。いや、ちょっと見つからなかった、見つからなかったですけど、あ、なるほど、こっちにもあるんですね。電灯は20分で消えます。電灯どこにあるんだ。センサーがないんですけど、ボタンが。ああ、なるほどね。結構でかいですね。結構でかいです、鬼の穴。はい、はい、というわけで、多分ね、先ほどの竜宮岩よりね、こっちの方がちょっと面白いかもしれないですね。で、穴の、最初入った穴より多分こっちの方が面白みがあるのかなと思います。だからね、お子さんとか連れてカップルとかでもいいですし、ちょっとね、ドッキリというかサプライズというかね、楽しめるのかなと思います。お、なんかすごいな、ちょっと変わった感じですけど、今日はこんな感じでお送りいたしました。機会、興味ある方ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。